Bienvenue sur Eiyuden Chronicle, ici 45 spectateurs. Et donc c'est parti, évidemment nous continuons notre partie. Et il y a un petit coup de barre pareil là, clac. J'avais grandement la flemme. Et donc on devait arriver au moment, je pense, fatidique d'un boss.どうやらここでいいようだな。なんでミオ姉さん知ってるの？まあお前が地図を勝手に受け取る前にアイリス殿に先に見せられていたからな。あの姉さんも周到だな。はいノア、魔法爆弾セット、早く早く。ああ、わかったよ。リーダー使いが荒い先輩だ。よし、オッケー。これで時間になったら、ドカーン！帝国軍は通ることができなくなってしまいました。ってことだな。そのまま諦めてくれるといいんだけどね。でも、結構な足止めにはなるよね。そう考えたいが、あの公爵殿のことだ。何をしてくるかわからないな。さて、戻るとしよう、ノア。ああ。セイやメリサたちもうまくやってくれてるといいな。あの面々も実力者だ。抜かりはなかろう。うんうん。私たちみたいに完璧だ。Becky. Il y a trop de bonne ambiance là, il y a trop de joie. Ça sera pas bon, moi je dis. T'es allé, hein ? Ouais, on a dû faire péter un truc. Petit violoncelle. Putain, 47 quand même, merde. さて、覚悟しなよ。遅れるなよ、ミオ。一戦、見事な立ち筋だな。行くよ、マー君。了解。一撃パーンチ。くそ。On se prend des belles claques quand même.よし、もう少しだね。いいペースだね。ああ、これで帝国の足止めができれば。ほう、我が主の懸念が当たっていたとは。誰だ？王たる方の道を汚すネズミども、その罪を心得よ。その罪を食いろ。どうやらオルドリックの手のものか。相変わらず周到で嫌になる。気を抜くなよ、こいつ強いぞ。やばいよ、伝わってくる。その罪を刻め。あいちゃん。さて、覚悟しなよ。Putain, ils ont tous des noms allemands.Double attaque, ok. So, je vais te rendre.Alors,力よ。これで行くよ、ナー君。了解。一撃パーンチ。生きて帰れると思うな。さあ行くぜ。行くよ、影分身。大丈夫か？かたじけない。これで。あ。我が主に忠誠を捧げたこの鋼の魂に傷をつけることなどできはせぬぞ。さあ我が剣の錆となるがいいな。何だこいつ。アイリッシュ将軍、帝国軍のかよ。ここで勝負が。いえ、逃げましょう。俺たちじゃ勝てないって舐めてもらっちゃ困るぜ。いえ、皆さんが負けるとは思っておりません。じゃあなぜ？時間ですから。なんだと。急げ、みんなこのネズミどもが。皆さん大丈夫ですか？あ、こっちは全員無事だ。俺たちも大丈夫だ。ああ、ガーディアンがこんな場所で死ぬわけにはいかんからな。あれ、リーンさんの姿が。リーンが。いや、いち早く逃げた上にさっさとやることがあるって言って。はあ、またか。ところでヒルディウさんよ、あんたさっきの男を知っているようだった。ええ、オルドリック公職者側近です。地方反乱の鎮圧で名を挙げて取り立てられたのですが、その性格は冷静でありながら時に苛烈だったみたいだな。さっきので倒せてるとは思えない。作戦はすでに成功した。ここはアスラバートに早く戻った方がいいな。うん、こっちは先に戻ってるよ。私たちも大事な役割は果たせましたし、戻ることにします。ああ、俺たちも行こう。戦いはこれからだしな。البراد شنو شنو لا با فات اعوذ بالله من الشيطان. Alors... Voilà, un peu plus de gueule quand même. Donc... Bien sûr. Ok. Allez, on pousse tout au max. Et... Allez, redis, putain. C'est subalashi. Et... Un peu plus... Là, on peut plus. On peut plus. Là, on peut. Ah, vas-y, c'est quoi, on fait tout. J'en fous. Okay. On vient à la pierre. Ça on peut pas le stocker. ね。Oui, moi je pensais qu'on pouvait stocker les pots, les trucs comme ça. Mmh. À peu près. Mm. Yeah. OK. OK. Des ruines installées. Je ne sais pas. うん。Ja, stond heel hard. Est-ce que ça va empêcher l'inévitable ?どうやら作戦成功みたいだね。次は公爵との直接対決だな。ノア、作戦うまくいったって聞いたよ。素晴らしい手際だ。感謝するぞ。これで数週間は帝国の襲来は遅れるだろう。それで、キーナーン軍は？軍をまとめて、数日後にはアスラバートに到着すると連絡が入っている。これで万全の体制で公爵と対決できるわね。あのにやけ顔を悔し涙で崩させてやるわよ。あとはアンデッド集団の動向が気になります。それとキーナー軍の動きがやや鈍い。失った物資の補充が間に合っていないようだな。失礼します。どうした？雪山峠近くに送っていた偵察部隊から連絡が入りました。崩壊した峠にて大規模な工事で道を急増しているようです。なんと、それでどの程度で突破してきそうなのだ。大量の労働者や技術者が投入されているようで、このままだと数日中には前線砦を抜けてアスラバートへと進軍してきそうだと。なんで？公爵め、峠の封鎖による足止めの可能性を考えていた。それ以上にオルドリック公爵が帝国の実権を完全に握ったということが大きいのでしょう。あの峠で帝国の将軍と出会った。ただの偵察というだけではなかったんだな。どうするのだエレクトラ。キーナーン軍は間に合うのだろうな。キーナーンには改めて急ぐように使者を出します。ですがこの様子だとキーナーン軍と帝国軍のどちらが先にアスラバートまで来るかは。帝国軍とキーナーンの到着が同時になるのはまずいですね。連合軍の連携に混乱が起こりかねない。どうするのだ。ならば今の軍勢で帝国の先行する軍と一度戦い、その規制を削いで時間を稼ぎましょう。その後キーナーン軍と合流して決戦を挑む。キーナーンを待てない以上他に手はありません。それで勝てるの？戦いに絶対は存在しませんが、まずはこの賭けに勝たなければ次はないでしょう。エレクトラ将軍の案に賛成します。他に手はない。これは腹をくくらないとダメね、ノア。ああ、オルドリック公爵。ああ、全く腹が立つわね。あの公爵のにやけ顔が。言っても仕方ないよ、ペリエール。だけどね、もう。とにかく、まずはキーナーン軍抜きでの戦いになります。我々同盟軍はすぐに準備に取り掛かります。カシウス、例の話を。はい、ユンマ様。ユークリスの軍勢はこれより同盟軍と行動を共にする。帝国の力は強大だ。それに対して烏合の衆と化しては対抗できないだろう。これより部下として命を下してもらって構わない。これで動きやすくなるはずだろう、ノア。君ならできると思ってるんだ。ありがとう、ユンマ。ユンマ様だ。カシウス、いい。では、ユークリス軍と共に準備を整えます。ノア殿は、まずは休息を。でも、俺も何か。ああ、ダメだね。リーダーってのはどんと構えていてね。その前に倒れてもらっちゃ困るもの。ほら、言った言った。なんか、手よく追い出されたような気もするけど。気にしすぎだ。お前はリーダーなんだぞ。そうさ、それよりも宿にでも行って休むとしよう。わ、とたざんだよ。しっかり休息をとるんだ。ああ、そうだな。エレクトラ将軍からの伝言です。決戦の準備が整ったので王城へ来てもらえるか。ここ何日か落ち着かなかったが、ついに来たみたいだな。なんとかできるだけの準備はしたみたいだし。ああ、決戦だ。すでに準備は整っています。偵察からも迎撃予定の地に帝国軍が近づいていると報告が来ています。これに一撃を与えて帝国軍の勢いをそぎ、キーナーン軍到着までの時間を稼ぐ。それが今回の戦いの目的です。ここに来るための水の上の船は強敵だったが、地上にいるなら我らシャークマンは最強だ。契約が続いているからな。帝国との戦いが終わるまで俺たちガーディアンも一緒に戦わせてもらう。森を好き勝手されて黙っちゃいられないからね。僕の汁、魔導タンクも参戦するよ。また君と一緒に戦うことになるね。絶対勝ってよ。あのにやけ顔を泣きべそ顔にしてやるよ。ではノールスター軍と共に出陣となります。準備はよろしいですね。ああ、行こう。そうだね。アンデッドにやられた分もお返ししなきゃ。オルドリック公爵を止める。もうヤエルたちに起こったようなことをさせちゃいけない。行くぞ行くぞ行くぞ。Ouais, on commence, on fout, on verra. 全軍へ命を。この場にて帝国軍を迎え撃つ。このノールスター、そして諸国連合の地を帝国に踏み荒らさせはしない。この決戦こそが戦いの趨勢を決めるものとなる。ノア、こっちも負けてられないわよ。うまかった。帝国軍をここで止めるぞ。みんなを守るため。まあまあかな。ちょいいさ、兵士たちにはちゃんと伝わってるみたいだし。ほう、公爵様に歯向かう愚か者たちがガン首揃えて待っているとは。これは帝国の輝ける道筋の第一歩に過ぎぬ。全ての兵士にせよ。奮い立ち我らいざ戦おうぞ。栄光のために。ここで負けてはいられんぞ。何より公爵様の面前だ。アインリッヒよりも先に我らが先陣を取るぞ。まずはこの戦いに勝つ。さっきの策の通り、アインリッヒもしくはシャペルの部隊に集中しましょう。そうすれば次はキーナーンの軍が加わり、本格的な決戦へと持ち込めますな。頑張りましょうノア殿。ああ、もちろん。やばいかやっぱり手を組んでたんだな。助立ちしましょう、帝国軍の皆さん。手はず通りなんだ。このまま諸国連合の軍を押し潰せ。ひるみな、帝国の軍勢を押し返すのだ。予想されたとはいえ、この援軍は厳しいですね。ですが連携が完璧とは思えません。あのアンデッドを率いている者を倒して、そいつはいい。何にしろ戦力を集中させた方がいいな。さあ、みんな行くぞ。これで敵を弱らせる。退却させろ。そこで静かにしておいてもらいますよ。我が命。我が存在をかけて帝国軍を通したりせぬ。公爵様の道を開くことこそ我が使命だ。On va le briser ici. Comment ça s'est maquillé le pied?邪魔するかい？ちょっとここは気合い入れていこうか。戦争開始。存分に力を発揮せよ。貴様に向けた言葉はこれ。あんたはもう逃げられないぞ。俺の目に止まっちまったからな。すまん。全滅だ。手柄を立てるどころか恥をさらすことになるではないか。帝国軍人の恥さらしめが、だが奴めのせいで混乱が生まれているようだ。ここは一度引きならばこちらも我が下僕どもよ、下がるがよい。うん帝国軍が引いていきます。やったわね、公爵泣きべそ作戦の第一段階成功よ。やったね、ノア。ああ、やったぞ。だがまだ初戦に過ぎない。気をよしよし、全軍に伝えよ。陣容を立て直し、キーナン軍の合流を待って帝国オルドリック公爵との決戦に挑む。どうかしたのマールリッチ？まさか。あ、もう富豪の衆を集め、よくも戦うものだ。素直に称賛しようではないか。ノールスターの将軍エレクトラ、それに同盟軍を率いるノア。貴様らは諸国連合平定が終わったら我が陣容に迎え入れてもよい。ですが、これ以上公爵様のお目汚しをさせるわけにはいきません。オルドリック公爵、すでにこの戦場まで。ほう、動きが早い。デクノボーの総大将ではない。公爵っていうか、あのでかいガラゴンは何よ。あれも帝国の味方をしてるっていうの。いや、おそらくは公爵が研究していた原初の魔導レンズの力を利用したものでしょう。公爵の研究所へ乗り込んだ時に同様のものを見た。支配。エレクトラ将軍、ここは引くべきでしょう。エレクトラ将軍、キーナーン軍から伝令が来ました。戦場近くまで来ていると。なんとありがたい。陣を固める。キーナー軍とここで合流して反撃を行う。キーナーにも伝令を送れ。エレクトラ将軍、まずは一度アスラバートまで引くのが安全かと。だが目前に公爵がいる。油断か、諸国連合を過小評価しているのか、それとも存在の表れか。しかしこの好機はここでしか得られるものやもしれない。マールリッチ、大丈夫なの？エレクトラ将軍の言うことにも一理あります。賭けになりますが、本当に好機なのかもしれません。そして何よりもまずいのは戦場で意見を違えることでしょう。それでは本当に烏合の衆になってしまう。しかし、もしもの時のことは考えておきましょう。連合の軍の弱点よね。うん、non, je vois pas trop comment on va faire, mais... 避難の軍は知らせではもう現れても。見えました、バールモーリス様、間に合ったようです。来た、避難の軍だ。やったーこれで五部で戦えるか。ああ、ここからだ。よし、まずは合流を優先する。エレクトラ将軍より伝令が来ました。合流を急ぎたいと。合流後このまま公爵の軍勢に逆襲すると。間に合いましたよ。よく持ちこたえてくれたものだ。ここに来て戦に遅れたではなおれだ。バールモーリス様、確かに間に合ったようだな。はい、昼夜を通して物資の補充に働いてくれた兵たちも報われるというものです。しぶといものだ。まあ間に合ってしまったのなら仕方あるまい。その前に終わると思っていたのだがな。なんとおっしゃいましたか。全部隊の劉市長へ伝えよ。これよりon était sûr que c'était un enculé. J帝国軍を目の前にして仲たがいなどしている時ではないのでは。わしの命に背くというか、忠誠の誓いはどうした。しかしこれはまさか最初からオルドリック公爵と通じて。オルドリックは先見の明がある男だ。奴の野望は諸国連合を平凡する程度で終わるものではない。愚鈍なサラス・バーラントと組むよりもよっぽど良いではないか。キーナーンは帝国と明を結び、諸国連合の地を我らドラゴニュートの地とする。さあ急ぎ命令を伝えよう。ボルディス様、誓いであろう。ドラゴニュートの固き忠誠の誓いだ。それを裏切るとでも言うか、ボルディス。伝令を集めよ。劉市長に命令を伝える。ボルディス、これであとはオルドリック公爵を倒せばいいのですね。ああ、もう少しだ。しかしキーナーンの軍の動きがここに来て。軍師さんよ、ガル、何を。軍師さんに頼まれたら偵察してたんだ。キーナーンの軍本陣から各部隊に命令が出てる。ノールスターの軍を攻撃せよとは。バカなことを。なんだって、そんな。今は嘆いている時間さえ惜しいです。わかった。頼む。軍師殿よ、ノールスターの軍まで最速で連れて行ってやるぜ。エレクトラ将軍、今すぐにこの場を退却しましょう。キーナーンの軍が裏切りました。そんな信じられません。それは確かなんだろうな、マールリッチ殿。はい、キーナーンの軍物資を焼き払われた件、雪山峠での足止めが事前に察知されていた節もあり、情報が漏れている可能性があると思っていました。すぐに決断を。このままでは挟み撃ちになります。全軍に伝えよ。退却する。ほう、気がつくか。やはり知恵者がいるようだな。そして決断も早い。追いますか。いや、追ってはキーナーンの軍に任せればよい。兵士たちにはここまで無理をさせた。陣を整え、休息を与えよ。逃がしてやると。すでに次の策を伝えてやる。勝利は揺るがんさ。どういうことだ、エレクトラ。何故おめおめと逃げ帰ってきた。私の不明の致すところです。キーナーンの軍が帝国に寝返りました。マールリーチ殿の助言があり早く退却できましたが、キーナーンの追撃による損害は少ないとは言えず。キーナーンめが、やはりあの連中は信用がおけなかったのだ。それでどうするのだ。キーナーンの軍は振り切れましたが、いずれはここに帝国軍やアンデッドの軍勢が現れるでしょう。そうなれば今は逃げてできるだけ兵を温存すべきでしょう。時が来るまで。よし、逃げるぞ。すぐにも支度をしよう。しかしサラス様、アスラバートの市民たちをどうするのですか。お見捨てになるというのですか。そんなことを言っている場合か。ならば貴様一人でここを守るがよい。訓命だ。何をバカなことを。そんな命令大変です。指紋に何が起こった。それが逃げろ。早くしないと帝国軍が来るぞ。なんだよ。キー悲鳴だ。素晴らしい。そして命を刈り取り、我が愛しき下僕へと変わる喜びを。それは歓喜の声だ。それもまた素晴らしいである。化け物が門を塞いでいる。はい、おそらくはアンデッドの一種かと。その周囲からアンデッドが出現しているようです。門は全て塞がれているのか。いえ、南門、東門、西門には化け物が現れていますが、王城からつながる門にはまだ出現していないようです。ならばそこから脱出すればいいな。しかし状況が分かっていない市民たちはパニックになっています。このまま放っておけば化け物が塞いでいる門に市民が殺到して被害が増えます。そんなことを言っている場合か。あとは任せたぞ、エレクトラ。さて、どうしますか、ノア殿。サラス殿の言うように、そちらの方が賢明かもしれませんよ。いや、まずは指紋を通れるようにしよう。市民が逃げられる可能性が増えるのだろう。軍師としては、リーダーのすべきことではない。ここでは無事に生き延びるのを優先するべきだ。と諭さなければいけないのですが、その提案は聞けない。だと思ったわ。分かっています。では、軍を動かしていたら時間がかかります。少人数でその門を塞いでいる化け物。ああ、そっちの方がいい。戦争よりも性に合うよ。そうそう来なくっちゃノアじゃないだろうな。ならば僕も付き合うよ、君のおせっかいにね。注意に相当だと思いますがね。封鎖されてる門は3つよね。なら私たちも行かなきゃね。もちろんだ、この町にも世話になったしな。しかしそのままバラバラに逃げるのは塩梅が良くないな。指紋を解放した後はここに戻って残った軍と一緒に脱出した方がいいだろう。ですです。できるだけ残った兵を集め準備をさせておきます。そうだね。みんなが戻ってくるのを待たないとね。すまないの。ならば私は皆が脱出するまでこの王城を守ることとしよう。お願いします、エレクト。ああ、そっちは頼むぜ女将軍さんよ。それじゃあ僕たちは西門を目指すことにしよう。市内にもアンデッドが入り込んでいるようです。さすがに市内を知る魔導ダンクで突っ切るというのは危険すぎるよね。やめた方がいいな。ただでさえ市民がパニックになっているっていうのに。頼んだよせいせい。ああ、残りのメンバーをお選びください。お願いします。よし、じゃあ行くか。お前たちを全員無事に返す。では作戦開始だ。わかりました。注意。さてさて、おせっかいが映った注意殿の護衛だ。お休みになる。Eh bien écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nuit. Et à très bientôt. Ah, ciao ciao.